こんにちは。生態ニコニコチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ということでですね、今日は、グランドゴルフですね。質問にお答えする形でグランドゴルフについてお届けしたいんで、していきたいんですけども、まあ、腰痛ね、グランドゴルフするときに腰痛を、にならないようにね、腰痛を予防したいということで、なんか注意すべきことね、ありますかと、注意することありますかということで、ご質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。なので、これグランドゴルフで、して、まあ、腰痛をちょっと気にされている人とか、あと、まあ、ゴルフですね、ゴルフ。ゴルフなんかにも使える方法になりますので、ぜひですね、まあ、結構、グランドゴルフとかゴルフとかね、で、腰壊してる人多いですし、腰を痛めてる人も多いですし、やっぱね、80% ぐらいまでやったら、いや、大丈夫だけど、やっぱこの、フルスイングするとちょっと怖いとかね、いう人もいると思うんですね。で、そういう人たちは、ちょっと注意すべきことがあるんで、ちょっとそこをですね、今日は、解説していきたいと思います。ではですね、この注意すべきことって何なのかと言いますと、これはですね、一番大事なのが、腰椎を回さないことです。腰椎を回さないこと。これどういうことかと言いますと、腰椎っていうのがですね、背骨の、ここら辺です。ね。背骨っていうのが、こんな感じで、後ろから見ていただきますと、背骨は、全部で24個ありますね。上から首の、まあ、頸椎っていうところがあって、で、胸椎っていうところがあって、で、まあ、腰椎ってなるんですけど、これ全部で24個ね、上から下まで24個骨があります。で、その中で、腰椎という腰の部分ですね。ちょうどこの骨盤の上から、1、2、3、4、5。この5個を腰椎と言います。この腰椎部分ですね、この何もないところですね。肋骨がないところ。ここの部分ですね、ちょうど、私で言うと、ここの、ここらへんですね。ちょうど前ならえして、こう持つとこのちょうど上のこの辺。この辺が腰椎なんですけど、ここをですね、ねじっちゃうんですね。こうスイングするねじっちゃいます。そうすると、腰痛になります。腰痛になります。当然この腰椎ってね、ねじりすぎちゃったりする。で、そうすると、この腰椎がずれていくんですね。この背骨がずれちゃいます。そうすると神経圧迫を起こしたりとか、まあ、筋肉がですね、変な風に引っ張られたりして、それで、腰痛になりますので、なので、その腰椎はねじらずに、スイングするわけです。スイングするときに腰椎に頼らないことです。で、腰痛になりやすい人は、この腰椎に頼って、いろいろするという、まあ、習慣があるんですね。なので、まあ、ゴルフなんかすると腰痛になりやすいんですね。例えば、何かね、顔洗ったりする。顔洗うときに、本来はね、こういうふうに股関節から、ここからこういうふうに、やれればね、股関節に負担がかかるので、これ腰痛にならないんですけども、腰痛になる人はね、こうしちゃうね。腰椎、ここでやっちゃうんですね、こうやって。毎回こうやるんですね。で、ここ負荷かかりますよね。っていうので、だんだんずれてきたりして、まあ腰痛になるわけですけども、ゴルフとかになると、こう、ね、こうスイングする。で、その時にこの腰椎っていうこの背骨で、こうやっちゃうと。これはめちゃめちゃ腰に悪いですし、私も怖くてできないです。ですけども、それを、まあ、腰痛になる人は、無意識のうちに、まあ、癖でね、やっちゃうんですね。なので、その癖をね、できるだけ改善しつつですね、ゴルフをしていただきますと、よりですね、この、腰痛にもならない、どころかですね、腰痛にならない、そういう、体の使い方が身についていきますので、ぜひですね、見ていただければと、動画で続き見ていただければと思います。ではですね、どういう風にこう腰椎ねじらずにスイングするかと言いますと、これは中国とかの、まあ、あれですね、なんだっけ、太極拳とかやってる人は知ってると思うんですけども、スワイショーっていうのがあります。スワイショーって言って、こういう風に、でんでん太鼓するように、腕をね、プラーンとして、こういう風に、でんでん太鼓ね。でんでん太鼓わかりますかね。こういう風に。こういう風にね、やる運動があるんで、これスワイショーって言うんですけども、中国のね、言葉でスワイショーって言うんですけども、それをですね、やっていただくといいんですね。なので、この時に、この腰椎って、このちょうどおへその裏あたりです。ここを、こうねじってね、こうやってやるんじゃなくて、ここねじらずに、まあ、固めるわけではないんですけども、この骨盤ごと、こう回転するわけです。で、上半身も一緒にこう動いていきます。
これが、上半身だけ先に行っちゃうとかね、なっちゃうと腰椎ねじりやすいですし、骨盤だけでこう、ぶん回すようにすると、それはそれで腰椎になっちゃいますし、なので、これがですね、ちょうどいいバランスで脱力して、こうね、上半身とこの骨盤が、ここがですね、できるだけ同じ面でですね、骨盤のこの面と胸の面で、ここが同時にできるだけこう動くように、こう動くように腕をね、こうプランプランします。横から見るとこんな感じですね。ちょっと軽く膝曲がります。こういう運動。これをしていきますと、この腰椎をねじらなくなります。で、このプランプランの、この延長線上で、こうするわけです。なので、この骨盤とこの胸の面が、同時にね、このグラウンドボールがこんなひねらない、ひねらないと思いますけど、ゴルフなんかですと、こう、ね、したときに、胸もこっち向きますし、骨盤ですね、骨盤の前側ですね、下腹、こっちも、こっちに向きます。同じ方を向いてます。で、ここからこうスイングしたときにずっとね、同時に来るんですね。同時に来て、こう行きます。で、それにただ腕がプラーンとついてくるだけというのが、スイングの動きなわけです。なので、この動きをしていきますと、ね、この胸と、この骨盤の下のこの、ちょうどおへそあたりですね。おへそ、下あたり、下腹あたり。ここの骨盤がですね、同時に動くというのが身につきます。で、かつ腕はそれについてくると。いう動きがだんだん身についてきます。で、これだけで結構ね、肩も楽になりますし、結構体が、楽になりますし、なんかね、終わった後シュッとね、姿勢が良くなった感じもしてきます。それで、姿勢が整いつつですね、さらにその、腰椎をひねらない、スイングのやり方がね、身についてきます。で、この延長線上で、グランドゴルフでしたら、こうして、私はグランドゴルフ詳しくないんですけども、こうして、で、こう、打つことができます。どうしてもこの、ほとんどの人は、腰痛のある人は、こう固めてね、こう打つんですね。こう打つ。だから当然、ここ腰椎だけ、こう固めてますから、下半身、骨盤も固まってる、上半身も固めてるんで、どうしてもこの、腰椎だけで、やっちゃうんですね。腰痛になりますから、それをやめるってことですね。固めずに、だらーっとして、もうプランプランする。ね。もう子供がね、こう遊んでるみたいですよね。それぐらいで、やるんですね。なので、最初は、ちょっとね、今までの固めてこうカコンとね、打つのと比べたら、なんかちょっと頼りない感じがするし、ちょっとね、ミート、ちょっとボールにね、ラケットじゃなくて、グラブが当たりにくかったりとか、あとはなんか狙ったところに行きにくいという感覚は最初あると思います。やっぱ慣れてないですからね。この振り方に慣れてないですから。ですけども、これでだんだん慣れてくると、最初はね、小さくやったらいいんですよ。こんなでっかくこうやったら、やりにくいんで、小さく、こういう感じでやっていただいて。で、だんだん慣れてくると、この感じでやればいいんだって分かってきます。そしたら、これをできるだけ大きく、ここをね、大きく、していただき、いかれたら、よりね、遠くに飛ぶようになりますので、そんな風にね、徐々にやっていただくと、腰痛も予防できますし、それがですね、日常生活で出てきますから、日常生活でも腰痛が、予防できる。そういうふうにならないね。根本的に、腰痛を改善できる。そういう、体の使い方が身についてきますので、ぜひそういうふうに、グランドゴルフを一つの、機会としてですね、より、ね、より高度な体の使い方が求められますから、それを、チャンスとしていただいて、それで体をですね、より、腰痛を使わない体を作ってあげたら、より、日常生活でも腰痛で寝にくくなってね、より、嬉しくなるんじゃないかな、というふうに思いますので、そんな機会としてですね、チャンスとして、捉えながら、トライしていただきますと、面白いかと思います。って感じで、こんなね、振り方してる人は、ほとんどいないです。それぐらい、腰痛になるような、皆さん、ね、グランドゴルフの仕方してますから、ぜひ、あなたがですね、そういうやり方を身につけてね、周りの人にそれが伝播してくると、また面白いかもしれないです。ということで、またやってみてね、わかんないことありましたら、コメントやメッセージをいただければ嬉しく思います。ということで、今日はですね、腰痛を予防するグランドゴルフをするときにね、注意すべきことということでお届けしました。ありがとうございました。